2015年7月15日、中国市証券時報は、6月中旬から急落した中国上海株について、その原因は日本にあると主張する記事を掲載した。証券時報は、中国株が急落したのは、高すぎるレバレッジ率と膨らみすぎたバブル以外に、日本円の最低取引資本が急速に撤退したため、市場が軽視されたことが原因であると分析、株価暴落は日本のせいだと主張した。この記事が中国版ツイッター、ウェイボーで伝えられると、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。人のせいにするなよ。一番得をした人が犯人だ。自分がしたことって人のせいにしたがるものだよね。誰が空売りをしていたか調べればすぐわかることだろう。公表できないということは政府の陰謀だと思わざるを得ないんだよ。間違いは全て他人のせい。オバマのせいだと言えばいいじゃん。おいおい、なんでギリシャのせいだと言わないんだ。ははは、日本のせいだったのか。危機の時に日本のせいにするのは中国では最も効果のある施策。悪いことは日本のせい、救ってくれるのは中国政府ということですか。今の庶民はそう簡単には騙せませんよ。ははは、敵対勢力の日程のせいだったのか。公安は早く日程を捕まえろよ。外に敵を作っても結局のところ根本原因は自分にある。原則のない市場救済は次の暴落という地雷を埋めるだけのこと。